昭和21年5月、極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判が改定。この裁判は平和と人道に対する罪を犯したとして日本の戦争指導者を裁くものでした。しかし裁判の冒頭、戦争そのものを罪として問うことができるかどうかが議論となりました。アメリカ人の首席検察官キーナンは、日本を侵略国として裁くことは正当であると主張します。Due to the crimes of murder, brigandage and plunder, are now totally impotent to bring to trial and punish those responsible for this worldwide calamity. 一方、アメリカの陸軍少佐のブレイクニー弁護人は、戦争は合法的であると反論します。しかし弁護側の動議は裁判官により却下され、2年後16人に終身禁錮、東条英機ら7人に絞首刑の判決が下されました。